現在日本でどのくらいの自殺者がいるかご存知でしょうか。なんと年間3万人もいます。日本の自殺死亡率は他の先進国と比較しても群を抜いて高く、アメリカの2倍、イギリスの3倍に上る。それは1日に約100人が亡くなっている計算になります。ライフリンク代表の清水康之さんはこの自殺という問題に正面から向かい合い活動を続けてきました。今回東日本大震災亡くなられた方、行方不明になられた方2万人を切りました。で、日本で自殺で亡くなっている方は毎年3万人を超え続けているといわれて、まさに大災害が毎年毎年もう社会を襲い続けている状態なんですね。今日もどこかで誰かが自ら命を絶っています。今回は自殺という社会問題に取り組む清水さんをご紹介します。東京都千代田区飯田橋、ここに清水さんが代表を務める自殺対策支援センターライフリンクの事務局があります。平成16年に NPO 法人ライフリンクを設立しました。常勤スタッフは5人。ライフリンク代表清水康之さんは昭和47年東京生まれ、経歴は元 NHK の報道局ディレクター。清水さんがこのライフリンクを設立するきっかけになったのはディレクター時代の番組制作がきっかけだったそうです。自殺で親を亡くした子どもたちを取材するにつれ気づいたことがありました。それは自殺者が同じような要因を抱えているという現状でした。自殺は個人的な問題のみならず社会の中に要因があると気づいたのです。やはり社会的な取り組みを進めていかないと、相も変わらず毎年毎年同じような立場の人たちが同じような要因を抱えて雑に追い詰められていくということがずっと繰り返されていくだろうということは分かってきたので、であればやはりそれは分かってきたわけだから、それをちゃんと変えていかなければならない。自殺対策の重要性を認識し NHK を退職、 NPO 法人ライフリンクを設立しました。署名運動や国会議員への働きかけによって自殺対策基本法成立に貢献するなど、自殺対策のため日々全国を奔走しています。自殺という問題を個人の問題から社会問題化した貢献度が高いという点、さらに法律制度に大きな寄与をするなどの功績が大きかったことから、清水さんは平成22年度地域づくり総務大臣表彰個人表彰を受賞しました。清水さんがまず最初に取り組んだことは、個人の問題とされてきた日本の自殺をメディアの啓発戦略により社会問題化させ、自殺対策を社会全体で推進するためのシステム構築を行うことでした。自殺防止に必要なのは社会構造的な対策。自殺は個人の生活環境の問題というよりも社会的な環境の問題による影響が大きいようです。ライフリンクは社会全体でどのようにしてこの問題を解決するか対策を練りました。そして5つの対策を柱に掲げ活動を行っています。1つ目はその自殺の対策を社会全体で推し進めていくための根拠を作るということですね。これは、自殺対策基本法の策定に関わったり、平成18年4月にはライフリンクの呼びかけで自殺対策の法制化を求める3万人署名が始まりました。清水さんは自殺対策の法制化のため遺族の人たちと共に署名活動を始めました。それは国に対し年間3万人もの人が自殺で亡くなっている事実の重みを理解してもらうためでした。結果は1ヶ月半で10万人以上の署名が集まりました。
全国でもうこれ限界だと、もう何とかしてもらいたいという思いの方たちがだからそれだけたくさんいたんだというその表れだろうと。そして平成20年6月、自殺対策基本法が成立。ほっとしたという思いと、ただまあ同時にここからいよいよここから問われてくるわけだ、法律ができて終わりなんではなくて、法律の理念をじゃあどうやって具現化していくのか、それを社会に浸透させていくのか、まあ、身の引き締まる思いも当然その時はしましたね。二つ目の柱は自殺の実態解明。500人を超える遺族の人たちとライフリンクが協力して平成20年に自殺の実態調査を行いました。この調査からいろいろなことが分かってきました。例えば、まあ、性別とか、あるいはこう年代別、同居人がいたかいなかったかとかですね、あるいはその職業ですね、失業者の方であれば、その失業がきっかけで生活苦に陥って、で多重債務を抱えて鬱になって、まあ、自殺で亡くなるとかですね、あるいは労働者の方であれば配置転換がきっかけで過労に陥って職場の人間関係が悪化して鬱になって自殺っていうようなですね、ある種こう経路というかプロセスで、その職業や立場によって一定のこう規則性が見えてきたということが非常に大きな発見でした。で3つ目の柱というのは、どう地域でそのネットワークとして対策を進めればいいのかということは、実態分かっただけではやっぱりなかなか見えてこない部分もあるので、このモデルを作ろうということで、自殺対策の地域モデル、モデル化に自治体と連携しながら取り組んでいる。その自殺対策都市型モデル作りを行っているのが東京都足立区です。足立区は平成18年、区内の自殺者数が東京23区内でワースト1となりました。そこでライフリンクは足立区と区内の自殺予防に向けた総合対策を推進するための協定を結びました。足立区近藤弥生区長にライフリンクとの活動のきっかけについて聞いてみました。清水さんのおっしゃるところの都市型モデルっていうのはどういうモデルなんだろう、それに答えてくださったのが、その特別なこともしなくてもいい、何か新しいことをするんじゃないんですと言われて、でもう都心のこうした都市部の区っていうのは、さまざまな人材も相談の施設ももう必要なものはもう揃ってるんだと、問題はそれぞれをきちっとつないでいくネットワークをしっかりさせることなんですよと、それだったらということで、まあ始まったのがきっかけになったわけですよね。私たちが本当にもうたくさん持ってる窓口で、お一人でもお二人でもなくさなくてもいい命を守っていく、私たち地方自治体の最大の使命だというふうに考えています。四つ目の柱は行政の監視です。国や自治体が自殺対策基本法を踏まえてしっかりとした対策を進めているかどうか、これを監視していく必要がある。で5つ目は啓発ですね。いくらその実務を積極的にやろうとしても、社会全体の理解がなければなかなか実務も進みませんので。足立区役所では、東京都自殺対策強化月間である9月に自死者のメッセージ展を開催しました。このパネルには遺族語るというテーマで、自殺で亡くなった方がどんな人生の軌跡をたどったのかを説明して、死に追い詰められた状況や経緯が書かれています。自死者のメッセージ展を担当の馬場さんに案内してもらいました。こうしたパネルを展示することで、区民の方がこれを読んでいただくと、自殺は遠い問題ではなくて身近に起こりうる問題で、パネルを読んでいただくことで分かるんじゃないかと思って展示しております。このパネルの語り手は3万人署名で清水さんと関わりのあった自死遺族、南部さんの妻、南部節子さんでした。当初はやっぱりなんでの思いがなかなかね消えなくって、生きていればと思うし、でもそのこんなに一生懸命生きたんですということを示すには、そのパネルが清水さんが考えてくれたんだけど素晴らしいなと思いまして、まあお父さんを生き返らせるというか、
そういう思いで、はい、作りました。パネルを読んだ区民の方に感想を聞いてみました。ちょっと胸を打たれました、もっとたくさんのところでこういうことをやられたら、皆さんがもうちょっとね関心を持って救える命ってたくさんあるんじゃないかと思うんですけれども。足立区では平成18年の自殺者数が残念ながら23区内でワースト1になったことを受け、平成20年10月、自殺対策専門の部署心と命相談支援事業を開始しました。自殺対策に関する居民への啓発周知、あとは本当に困っている方への当事者支援を進めるための、そうした仕組み作りをしております。今自殺に追い込まれている方々は複数の悩みを持っておられます。そうした複数の悩みを連携して支援していくためのコーディネート役が必要となりまして、まず気づくための人材育成としてゲートキーパー研修を行っています。ゲートキーパーとは直訳すると門番。足立区では悩みを持つ方に接する皆さんを命の門番と位置づけ、相談者の悩みに気づいたら相談者の了解を得て適切な関係機関につなぐなどして問題解決につなげています。つまり悩みを総合的に解決していくための道案内を果たしています。平成23年9月末現在、足立区民600人、職員1500人が研修を終え、区民と職員が一丸となって相談者への支援を行っています。私たちとしてはまず足立区で何をやったかというと、住民の人たちに、あるいは職員の人たちに、自殺は地域の問題と社会の問題ということを理解してもらう。で、理解してもらう上では、例えば図書館のところでこうパネルを展示して、あるいはその、庁舎のロビーであったり、啓発として地域の人たちに自殺対策は生きる支援として地域で必要なんだと、で誰もがその生きる支援に関わっていく必要があるんだということを呼びかけて、足立区での自殺者数は平成23年1月から6月までの上半期で前年同期比でマイナス 26% に減少しました。で、これがその対策を強化した結果なのかどうかという明確な因果関係までは当然分かんないわけですけど、ただ実感としてはやはり足立区のその啓発と総合相談会、実務等が両輪でうまく回ってきた中で、自殺ではなくて生きる道を選択できる住民が増えてきたというふうに、これは現場で相談会等に関わらせていく中での実感としてもそういうふうに感じています。こうして深刻な悩みを抱え追い込まれていく人を支える地域ネットワークを構築しようと、ライフリンクは自殺のない社会の実現を目指しているのです。自殺対策っていうのは生きる支援だったり命への支援だと思うんですね。誰もがその生きる意思さえあればですね、その人の人生を全うできるような、そうした地域社会にしていく必要がある。本当は生きたいのに、家族や友人とその人生を歩んでいきたいのに死なざるを得ない社会っていうのは、これは私は絶対におかしいと思うので、その誰もが安心して死を迎えられる大切な人たちと過ごしていける、決してこう理不尽なですね、不条理な死を強いられることなくその人の人生を歩んでいける、そうした地域や社会を作っていくということが自殺対策の大きな目的というか目指しているところですので、自殺対策を生きる支援、命への支援として進めていきたいなというふうに思っています。清水さんはこれからも自死遺族に寄り添い、一人でも多くの命を救うため、地域に希望の光を見出していくことでしょう。